おはようございます。おはようございます。おはようございます。何ですか。はい、でこの度ですね、あの横澤さんにメインキャラクターの方、お願いします。ありがとうございます。味からそして絵柄までもう開発に携わっていただきますので。嘘。味についてやっていきたいんですけども、はい、今日はちょっと実際に食べてもらおうかなと。いただきます。はい、あ、分かった。はい、プリンじゃない。正解です。え、やだー。分かった。はい、はい、どうぞ。はちみつレモン、正解です。すごい、ありがとうございます。え、ちょっとこの2つが私のプリンと、じゃあはちみつレモンにしとく、はい、がおすすめっていうの。分かりました。今回は味だけじゃなくて、はい、横澤さんには絵柄にもちょっと携わっていただきたいんで。はい、あ、うまくいくかな。じゃーん。かわいい。ちょっとワインをたしのむいい女っていう。今回はなんと500個に1つだけ、はい、あのレアなキャラを入れようかなと思ってるんですよ。はいはいはい、誰ですか。ピースの綾部さん。やっぱ綾部さん4月にニューヨーク行かれて相当なレアキャラになると思う。来年超の一番レアやん。そう、一番レア。なるほどね。あとはなんかあの恋愛おみくじみたいの作ってほしい。いいですね。いいですよね。いいですね。大吉とかっていうのって言ったら、私大吉だって食べたら。なるほどなるほど。そういうなんか恋愛の要素ね。恋愛の要素とか、いいことあるぞみたいな、その裏とかにすごい裏にもなんか、うん、人生のなんかそういうなんか格言をなかなかちっちゃい文字で書いてコアラのマーチと吉本芸人のコラボ商品第2弾は6月に発売予定です。ぜひお楽しみに。